この規制強化中に仕事を失った人がようさん出たようどす。トライスケルがね、アメリカで伝説を作りましたよ。2発目のね、ワクチンを打ったヘルスワーカーが亡くなったようですね。えらこっちゃ。アイナコーエドワーです。今日はね、雲っちょりますね。うん、なんか結構な厚めの雲ですね。なんか、今まだ午前中なんですけどね、なんかね、夕方みたいですね。皆さん、フィリピンしてますか？いや、今日はね、曇っておりまして、まあ、そんなにはね、暑くはないですね。まあ、こういう天気嫌じゃないね。さて、今何度かなと。32.2 度。まあ、そこそこですね。ほんで、湿度がね、51% ですね。まあ、低めと。今日のニュースの情報元は、PTV、GMA、CNN、いつこまりのショーの YouTube チャンネルからになります。今日のニュース。さて、皆さん。昨日からね、NCR プラスバブルのエリアでは、規制がね、ECQ から MECQ へ緩和がされましたねと。NCR プラスバブルのエリア中のは、メトロマニラ、ブラカン、リザール、カビテ、ほいでラグーナですね。これらのエリアでは、4月の終わりまでが、規制がね、MECQ なんですね。ほんでね、フィリピン全体の規制の感じ中のは、こんなんどす。まあ、ほいでもね、この ECQ と MECQ っていうのはね、もともとね、そんなに変わらんのですね。去年の時もね、そうでしたけどね、ちょっとだけ規制は緩和されましたっていうぐらいの感じですかね。やっぱりね、規制っていうのはね、GCQ ぐらいにならないと、そこまでは変わりまへん。これでね、この MECQ 内で再開できる仕事の説明がありましたね。昨日よりもさらにアップデートがありました。それによると、100% できる仕事の業種は、まずは病院でしょう。これでフロントライナー系の、ね、サービスですね。これで医薬品メーカー、農業、物流関係、食品製造、建築関連の製造、ハードウェアショップ、蹴ったマシン屋さん、ランドリーショップ、水屋、デリバリーかテイクアウトのレストラン。ほいで金融関連と。で、公共交通機関でしょう。これらは 100% できるようですね。こんなんどす。ほんで 50% まで再開できる業種っていうのは動物病院でメディア関連、ほんで銀行とかのね、送金のサービス、通信関連のサービスで、飛行機のメンテナンス、パイロットとかクルーとかね、ほんで船のクルーもみたいですね。こんなんどす。ほんでまだね、再開しちゃダメなのが映画館とかインターネットカフェとかゲームセンター、アミューズメントパーク、ジムもダメみたいですね。で、カジノにね、コックファイトもダメみたいですね。まあ、こういったね、娯楽関係は全部がね、まだダメみたいですね。こんなんどす。ほいでね、ホテルなんかやと観光省の認定を受けたホテルでは宿泊ができるようですね。ほいでこれはステイケーションのことなんかなと思ったんですが、どうやら違うっぽいですね。これにはね、正当な理由がないとダメみたいですね。なんでしょうね、この正当な理由ってね。まあ一般の人たちには関係ないんでしょうね。ほいで外出できる年齢ですが、今のところね、18歳以上ってことにはなっちゃおりますが、これをね、15歳に引き下げることも考えておると言うておりますね。まあ、ほいでもね、子供もギャンギャン外で遊び倒してますけどね、これをね、バインバイン変えるとね、ややこしいだけなんでね、あんまり変えん方がええと思うんですけどね。ほんで、この MECQ は4月12日から始まりまして、4月の終わりまで続くんですよ。ほいでね、リザールにありますタイタイとアンディポロでも昨日のね、4月12日からカーフューの時間を夜8時から朝5時までにね、したみたいですね。まあ、リザールはね、NCR プラスバブルのエリアなんですよ。ちゅうことは、リザールの他の町ではこの時間が違うってことなんでしょうかね。まあ、その辺のね、詳しい説明はなかったとですね。これはね、州全体のね、街でこう統一した方がね、ええと思いますけどね。例えばね、カビテでは、カビテ州全体でね、カーフューの時間は夜10時から朝のね、4時30分までになりましたからね。そのうちこういうのもね、街によって変わってきそうな感じがしますね。ほいでね、みんながね、混乱をすると。まあこれもね、フィリピンではよくあるやつですね。そこたら中でね、フィリピン人のアイナコーが聞こえてくるっていう寸法ですね。やっぱり本場のアイナコーは違いますからね。ほいでみんなが大好きな街はどこですか？そう、アンヘレスですね。天使のいる街アンヘレス。にゃんとね、そのアンヘレスでは、レストランでのダインインが 30% まで OK になったようですよ。これはええですね。これがね、昨日の4月12日からすでにね、始まっておるようですね。ほいで、これも4月16日からは 50% まで OK にしていくようですね。ほいでもね、これにはビジネスパーミットとかライセンスは必要になりますね。まあ、パンパンがはね、規制が GCQ のはずですからね。こうやってね、緩和もギャンギャンできますわね。ほんでね、現在 NCR プラスバボーのエリアでは規制が MECQ でしょう。まあさっきから言うちょりますけどね。これでね、今回のこの規制強化の期間に仕事を失った人っていうのが発表されておりました。同例の発表によると、メトロマニア内で仕事を失った人は15,000人以上出たようですね。これが3月22日から4月11日までの間でメトロマニア内だけで15,000人以上出たそうですね。結構な数だ。この数が同例の発表によると正確には15,246人の人がね仕事を失ったようですね。ほいでこの15,246人っていう数は同例に報告がされておる数なんですね。だもんでね、これが3月22日から4月11日までの間、同例に報告をされてない人たちも含めますと、メトロマニラ全体で 26,114 人にもなるようですね。これらの人たちの 89% が人員削減のために解雇された人たちのようですね。ほんで残りの 11% に当たる約 3,000 人は、お店を閉めたので仕事を失った人たちのようですね。ほいで、これがね、セントラルルゾンなら2,947人が仕事を失ったようですね。ほいで、カラバルゾンなら1,880人。ほんで、同例のアナウンスによると、3月29日から3月31日までの3日間の間で8,000 人の人がね仕事を失ったようですね。ほいでマニラ空港での受け入れ人数に制限を現在しておるでしょう。1日にね 1,500 人までしかマニラ空港では受け入れてなかったんですね。この規制が4月19日までの予定やったみたいなんですね。だかすかす。この規制もね、延長がされたようで、今回の規制 MECQ と同じく4月の終わりまで続くようですね。だもんでね、とりあえず4月30日までマニラ空港では1日に 1,500 人しか受け入れないよとのことみたいですね。これでね、大変なのがエアラインですよね。これでね、セブンパシフィックは一応ね、国内線も国際線も予定通り飛びますよとはね、言うておるんですが、これもね、いつ変更とかね、キャンセルになるかわからんのでね、この期間中にブッキングをしておった人は確認をしましょうとのことですね。いや、セブンパシフィックにはね、ここをね、踏ん張ってほしいところですね。僕たちセブンパシフィッカーのためにね。ほいで、昨日の4月12日の感染者数ですが、11,378 人ですね。もうね、1万人超えは当たり前になっちょるようですよ。これで全ての合計は 876,225 人ですね。ほんで267人が解雇したようですね。ほいでにゃんと204人が亡くなったようですね。めちゃんこ多いですね、204人でね。これで現在のアクティブケースは 157,451 人のようですね。すべてが増える今日この頃ですね。こんなんどす。それではここで喉を潤しますよと。くー。今日はね、アイスコーヒーですよ。もんげうまいですね。最近ね、静かでええですよね。なんかね、もう小鳥のさえずりぐらいしかね、聞こえてこんでしょう。鳥の鳴き声とかね。あ、今言うとるね。でもだいぶ減りましたよね。ほんでね、皆さん、動画やニュースが流れておりましたよ。フィリピンの乗り物と言ったら何ですか？そう、ジープかトライスケルですよね。そのトライスケルの方の、もんげすぎるほどもんげニュースが流れておりましたね。それがにゃんとフィリピンやなくて、アメリカで流れておったんですよ。それによると、フィリピンの伝説的乗り物のトライスケルが、サンフランシスコにあります、ゴールデンゲートブリッジってありますでしょう。そのね、アメリカではランドマーク的な存在のゴールデンゲートブリッジをね、フィリピンのトライスケルで渡った男たちっていうのをね、特集をされておりましたよ。この人たちはね、TNT トライスケルっていう名前で、そのゴールデンゲートブリッジをね、トライスケルで渡る様子をね、インスタグラムにね、ポストしておるんですね。ほいで、これにはね、たくさんのフィリピンのアメリカンもね、参加をしておりまして、パレードみたいにね、なっておったようなんですよ。そのトライスケル、見たいですか？こんなんどす。嫌じゃないね。このパレードをね、主導してやっておったのが、マイケルとパオロっていうね、まあ、フィリピンのアメリカンなんですね。ほいでこの人たちはケソンシティのカティプナにね、住んでおったらしいんですよ。カティプナンたらね、こっからも結構近いところですよ。LRT のね、カティプナン駅もあるところですね。ほいでこの2人はフィリピンに住んでおった頃はよくね、トライスケルに乗っておったようなんですよ。まあそりゃそうですわね。ほいで、ああ、アメリカでもトライスケルに乗りてえなーってね、ずーっと思っておったらしいんですよ。よっしゃ！ほんだらまあ作ってみる境にちゅうことでトライスケルをね作り出したみたいなんですね。ほいでついにその日は来たと。しかもこれがねトライスケル史上初のねゴールデンゲートブリッジを渡ったトライスケルになったようですよ。しかもこのパレードには大体ね60人ぐらいのフィリピンのアメリカンがね参加をしたみたいですね。その様子見たいどすか？こんなんどす。ちょっとね、見にくいですが、確かにね、ゴールデンゲートブリッジを渡っておりますでしょう。これがね、アメリカでしっかりとね、報道がされておりましたよ。素敵やん。ほいで彼らはね、今後もアメリカ中をこのトライスケルを使って走りまくってやるっていうね、意気込みですね。今回のパレードが終わっての写真がね、こんなんどす。みんなやりきったっていう感じがね、ビンビンに伝わってきますね。TNT トライスケルのね、インスタグラムのリンク先は下に貼っちょきますけどね。みんなもね、フォローしてあげてね。ほんでね、皆さん、タイですけど、微笑みの国としておなじみのタイですね。そのタイのニュースがね、現在世界中をね、駆け巡っておりますよ。そのニュース知りたいですか？知らざいって聞かせやしょ。にゃんとね、タイのバンコクのセブンイレブンでは、もんげお客さんがおったようとす。でっかいトカゲおるでしょ。あいつがセブンイレブンへ買い物へやってきたようとすよ。しかもそのトカゲはまず冷蔵庫へ近づきまして、その中にあるシンハーチュウへ、タイのビールありますでしょ。あれをこう取ろうとしておったわけですね。こんなんどす。ほいでもね、取れんかったみたいで、その隣にありますシェルフがあるでしょ。棚ですね。そこへよじ登りまして、いっちゃん上まで上がって、そこで休憩をしておったようですね。こんなんどす。なんかシェルフの上からの景色もね、楽しんでおったようですよ。さすが微笑みの国ですね。バンコクやとね、ルンピニ公園にめちゃんここいつらおりますもんね。だもんでね、バンコクみたいなあんな都会にもね、まだこんなんがおるんですね。フィリピンではね、メトロマニア内ではまあ見ることないですからね。田舎の方やないと見ないですね。その田舎の方でもね、結構こいつら食べられ尽くしておりますからね、かなり少ない状態ですよ。これでもね、美味しいらしいですけどね。それでそのセブンイレブンの動画を見たい人は、下にね、リンク先を貼っちょきますけどね。こうしてね、ワクチンですけど、現在フィリピンはアメリカのファイザーと交渉をしておるようですよ。ほいで今回の交渉では2000万から4000万ドーゼンのね、ワクチンを確保するために交渉中らしいですね。アメリカではね、ほぼほぼこのバクシネーションが終わっておるようですからね。今後はね、製造する側にも余裕が出てくるみたいですから、ファイザーとかモデルなどね、ワクチンが他の国にもね、流れるっていうことですね。ほいで、さらには、コバックスを通じて入ってくるワクチンありますでしょ。このコバックスを通じて、ファイザー製のワクチンがフィリピンへ入ってくるようですね。ほいで、これが6月までに入ってくる予定になっておるようですね。ほんで、これにはね、ブラジルとメキシコ、フィリピン、南アフリカ、ウクライナが含まれておるようですね。アメリカがね、バクシネーションがほぼ終わっておるということで、こうやってね、他の国へもじゃんじゃん入ってくるということですね。まあ、このコバックスを通じて入ってくる分は誰にでも打てるわけではないですけどね。ほいでね、ロシアのスプートニクですよ。今後ね、数ヶ月のうちに2000万のスプートニクがフィリピンに入ってくるかもしれないようですね。ほいでこのスプートニクはシニアシズンの人たちに使っていくことができるとフィリピン側は期待をしておるようです。ほいで今週中にもね、フィリピン政府はスプートニクと契約をするみたいですね。これで契約をすれば4ヶ月以内にロシアから2000万のスプートニクの提供を受けることができるとワクチン獲得のね、責任者のガルベスさんは言うておりますよ。これで現在もフィリピンには緊急用としてはね、スプートニクはすでに入ってきてはおるんですけどね。まあほいでもね、これは緊急用ですからね。ほいで今はね、アストラゼネカのワクチンがフィリピンに入ってこないんですね。かなりね、遅れておるようなんですよ。だもんでね、シニアシチズンの人たちに打てないんですね。だもんでね、代わりに現在ではシノバックをね、シニアシチズンの人たちに打っておったんですよ。海外の国での調査結果ではね、シノバックをシニアシチズンの人たちに打ってもね、大丈夫っていう結果はね、出たみたいなんでね。ほいで、このロシアのスプートニクは、シニアシチズンの人たちに打っても大丈夫らしいので、現在はスプートニクに目をつけておるようですね。ほいでね、セブーのタリサイでは、ヘルスワーカーがね、ワクチンをじゃんじゃん打っていっておりますでしょう。その中の一人のヘルスワーカーは、4月9日に2回目のね、ワクチン接種をしたみたいなんですね。で、先週の金曜日ですね。ほいで家へ帰りますでしょう。ほんなら、体調がかなり悪くなっておったようなんですね。ほいで家族とか近所の人たちには、2回目のワクチンはかなり強かったなーって言うておったようなんですよ。ほいで次の日の4月10日へ、まあ仕事へ行きますでしょう。ほいでもね、体調が悪くて、途中で家へ帰ったみたいなんですね。ほんなら呼吸ができへんようになってしもうたらしいんですよ。まあこの人はね、もともと喘息持ちやったみたいなんですけどね。ほいでそのまま命を落としてしまったようですね。これでね、どこのワクチンを打ったのかっていうのはね、ちょっと言うてなかったですね。ほいで現在このヘルスワーカーが亡くなった原因を調べておるようですね。ほいでワクチンを打つ時もちゃんとガイドラインに従ってやっておったのかなんかもね、調査がされるようですね。そしてね、サンミゲルですけど、現在ほら、高速道路を作っておるんですね。サンミゲルってね、ビールだけじゃないんですよ。サンミゲルはね、結構大企業を落とすからね、建設関係もやっちょるんですね。ほいで、4月11日にスカイウェイエクステンションのね、ノースバウンドの3車線のうちの2車線の工事が終わったとね、発表があったようですね。しかもすでにオープンしておるとアナウンスがありましたね。このスカイウェイエクステンションはね、スサナハイツからパラニア家のスーカットまでの4キロになるようですね。サンミゲルの説明によると、この区間では1時間あたりに4500台の車が利用可能になるとのことですね。ほいで、この移動時間ですが、以前と比べても25分から30分ぐらい短縮されるだろうとのことですね。フィリピンはね、渋滞がひどいですからね。このパンデミックが始まってからね、渋滞はかなりね、なくなりましたけどね。ほんでね、このスカイウェイはもともと2020年の12月にオープン予定でしたが、このパンデミックで遅れておったようですね。これで現在このスカイウェイは、タダでね、乗ることができるみたいですね。無料っていうことですよ。実は昨日ね、僕ね、パサイへ行っておったんですよ。ほいでね、行きはタクシーでね、行っておったんですね。まあね、エッサを通っていったんですよ。ほんでね、全然渋滞をしてなかったんですね。もうほんまにうちの家からパサイまで30分以内で着きましたからね。ほいで帰りもね、タクシーに乗りまして、エッサを通って帰っておったんですね。ほんならね、門限ほどに渋滞をしておったんですよ。これがなんでかなってほどにね、渋滞をしておったんですね。もうまさにね、パンデミック前に戻ったかのような渋滞具合やったんですよ。ほんでね、パシグリバーを渡ったところぐらいで、なんか道が洪水しだしたんですね。めちゃんこ晴れちょるのにですよ。こんなんどす。フィリピンが第5と1等ですね。エスカですね。すごいね。ここがね、ロビンソンパイオニア前あたりやったんですけどね。そしたらば、そのロビンソンパイオニア前あたりで道路工事をしておったんですが、そこの地中にこう埋まっておる水の配管かなんかをぶっ壊してしまったのかなんかで大洪水をしちょったようなんですね。こんなんどうす。大洪水をしちょりますよ。ロビンソンパイオニアのとこですね。なんか工事しちょるでしょ。ほいでもね、これを抜けたらスイスイでしたね。いつものね、渋滞のないエフサになっちょりましたからね。だもんでね、この水が大洪水を引き起こしておったようですね。えらこっちゃです。ほいでね、パラワンに220以上の中国の船がおりましたでしょう。これでフィリピン側は中国に抗議を続けておるんですね。これでね、ちょっとずつこれらの中国の船は減ってはきておるようですね。ほんで現在では28まで減っておるようですね。ほんでもね、これらの船が中国へ帰ったのかどうかは怪しいところですけどね。そこら辺にね、なんかおりそうな気もしますね。ほいで現在フィリピンはアメリカ軍とね、軍事演習のようなことをやっておるんですよ。まあこれはね、軍事演習ってことにはなっちょりますが、一番の目的はね、やっぱ中国でしょうね。この演習はね、まあ毎年やっておるんですよ。ほいでもね、去年はね、パンデミック真っ最中ということで中止になっておったんですけどね。これね、以前はね、日本ともやっておりましたでしょう。覚えておりますか？安倍首相の頃ですね。数年前ですけどね、あの頃もね、中国はフィリピンをね、こうギャンギャン攻めてきてましたからね。これのせいもあってね、中国の船もちょっと減ってきておるようですよ。チャンネル登録、グッドボタン、お頼申します。それでは、お後がよろしいようで。